こんにちは、ロジャー堀です。来週の日経平均がどうなっていくのかをまた考えていきたいと思います。今週ですね、日経平均株価はですね、大変な、下落相場に、見舞われてしまいました。先週ですね、先週もその前の週も下がったんですけれども、下がったんですが、週末にはですね、少し反発のですね、兆しがちょっと見えたんですけれども、その金曜日終わった後ですね、土日でもってですね、今度は世界的なですね、マイクロソフトの使っているそのセキュリティシステムですね、これがダウンしまして、もう世界的なシステム障害が起きるというですね、大変な事故が起きてしまいました。でそこでもってですね、月曜日から、ニューヨーク市場の下落、そして東京市場の下落ということでですね、ちょっとですね、イレギュラーな形で始まってしまったのが、今週の相場だったですね。でそして、その後ですね、バイデンさんがついにですね、候補を降りるというようなことになりまして、トランプ銘柄でですね、ぐわーっとポジションをですね、構えていた投資家たちもですね、ということになりました。ちょっとその辺を、相場にどういうですね、影響を与えてきたかをですね、ご紹介しながら、ちょっとチャートの方ですね、ご紹介をして、ご説明したいと思います。こちらがですね、日経平均のチャートですね。先週ですね、ガーッとこう下がってきまして、ここでですね、一旦陽線、25日移動平均線のところで陽線を書きまして、ここで反発するかもしれないなという雰囲気だったところにですね、今ちょっと申し上げましたようなマイクロソフト社のですね、システム障害が起きて、それによってですね、これどうなるんだというですね、世界的なこのハイテク企業の存在価値っていうのが一体どういうものなのかというのをですね、考え直すような、そういうですね、機会になりましたね。非常に大きな事件だったです。でこれによってですね、ガッとちょっと下がってしまった。そしてその後ですね、今度はですね、バイデンさんが大統領候補を降りるということでですね、共和党の副大統領のですね、方が今度はまた大統領候補となるということだったんですが、その時点ではですね、トランプさん優位のことはあんまり変わらないだろうなと思っていたんですが、1日2日のうちにですね、トランプさんの勝率というのがもう5割を切るかもしれないというぐらいのですね、選挙のですね、見通し、そういったものが次々に出てきまして、ちょっとこれトランプ、ほぼトラといわれるですね、ほぼトランプで決まってるんじゃないのというポジションがですね、大きく、変わるといったようなことになりました。そしてですね、為替の方もですね、この、民主党のですね、政策になってくるということになるとですね、またですね、今考えているような、為替のですね、水準というのが変わってくるだろうということで、一気にですね、ドルが売られる、そういった事態が起きましたね。そしていよいよですね、この大統領選挙のですね、中心的な話題が対中国政策に今移っています。でこの対中国でどれだけ厳しい施策を取るのかという争いにですね、今大統領候補のですね、主張がもうそこの競争になっちゃってますということでですね、この対中政策が株式市場にどういう影響を及ぼすのか、これを考えるときにはですね、どうしても半導体銘柄にですね、注目がいきます。でこの対中制裁がですね、激しくなる、そして米中の摩擦が激しくなるというとですね、その煽りを食うのは半導体銘柄なんですね。ですのでアメリカの半導体銘柄も売られました。そしてそれに伴いですね、東京の半導体関連銘柄もですね、ことごとく売られる、そういうような感じになっています。半導体企業にとってみたらですね、この米中摩擦、そしてですね、円高、この2つのですね、悪いニュースによってですね、もう株式市場ではもうガーンと非常に大きな売りを食らった、そういうような形になりましたね。そういった動きが今週の動きでした。ですのでこうほとんどですね、今週はいいところなくですね、日経平均でいくことですね、37,000円台ですね、37,600円ぐらいのところで終わってます。37,667円ですね、というところなんですが、ちょうどここの水準です。でですね、ちょっと この水準を左にバーッとこう見てみますと、いよいよですね、前回の安値、ここですね、安値が
いくらかというと3万6733円というところですね。この3万6733円が見えてきてます。まあ、このままいったらこの安値まで到達して、この安値を割るのか割らないのかっていうような水準でですね、相場が揉むといいますかね、そういうようなことが想像できるかなというふうに思います。そしてですね、来週はとにかくですね、いよいよ月末30日31日とですね、日銀の政策決定会合、そして FRB の FOMC というですね、日米のですね政策決定会議というのがですね、開かれます。でこれ両方ともですね非常に注目される会議なんですね。やはりですねアメリカはですね、前だって、今週ですね、GDP の第二四半期のですね、数字の発表があったんですけれども、2.8% 増というですね非常に強い数字で、利下げ期待が非常に強いんですが、この GDP の強い数字を見たらですね、利下げって非現実的なんじゃないかなという気がしてきますね。そうするとですね、やはり、来週の FOMC ではですね、利下げに対して慎重な見方がパウエル議長の方から発表されるんじゃないかな、そういうですね懸念があります。それと同時にですね、日銀の方もですね、前回の日銀の政策決定会合では問題を先送りしているんですね。金融引き締めの度合いというのをですね、もうちょっと待って7月の政策決定会合の時に言います、そんなようなことをですね植田総裁は言っています。ですので今回の日銀政策決定会合でですね、引き締めの規模といいますか、あるいはですね国債の買い付けのですね規模であったり、そういった数字がですね何かしら出てくる。でそういったものがですね金融引き締め、市場が読んでいるよりもですね、厳しい引き締めだった場合にはですね、やはり、為替は円高に振れ、そして、株式市場は下がる、そういうリスクというのはどうしてもつきまといますね。そうするとですね、来週のですね日程を考えるとですね、月曜日っていうのがまだ29日です。で29、30この辺はですね、この FRB であったり日銀がどういうふうにしてくるのかっていうですね疑心暗鬼の相場になります。でその疑心暗鬼の中でこの前回の安値36733円、ここをですね割ってくる危険性というのももちろんあります。ですので来週前半、特にですね月曜日、これはですね非常に注目されます。この、前回の安値をですねなんとか切らないように、終わるのか、あるいはですね切っていくのか、この辺がですね注目されるということですね。どちらかにかけろと言われればですね、おそらくこの36700円、近辺ですね、3万7000円割れぐらいのところまで行ったとしてもですね、そこで止まるというふうに、かけたいなとは思います。しかしですね、これだけですね世界中からいろんなニュースがですねどんどん出てきている、昨今、いよいよですねパリオリンピックも始まりました。でこういうですねもういろんなことが起きてくるとですね、政治的にもですねそれに伴う余計なことがいっぱい起きてくるんですね。ですのでここは非常にリスクも高まるところです。ですので来週収支はですねちょっと様子を見て、この水準を割るのかどうかをですね見てみることがですね、重要なんじゃないかなというふうに思います。そしてFRB あるいはですね日銀の政策の状況を見てですね、そして相場の反応を見てですね、業績の良さそうな銘柄を仕込んでいく、そういうことがですね大事になるんじゃないかなというふうに思います。もちろんですねこの下げですね、ここからわーっと下げてきている下げ、これは非常に早くて大きな下げです。ですのでリバウンドがあるのもですね事実かと思います。だからどこからリバウンドをするかということですね、そのリバウンドの視点がどこかということを見極める、それが、来週のですねこの、皆さんの投資のですね成功の鍵を握るんじゃないかなというふうに思います。この3万7600円近辺まで行ってからの戻り、これをですね一旦取りたいなと思いますね。この今回の下げでここで1発2発3発とですね3回窓を開けてます。ですので最初の窓を埋めるぐらいまでのですね、反発というのは十分にですね考えられるかなと思いますが、それが来週すぐ起きるというわけではありませんよ。このおそらくここのですね8月相場の中で、こういった窓を埋めていくというようなことが当然狙えるかなというふうに思います。来週は余計に下がったとしたら、余計に下がったところを仕込む、このですね株価の動きに合わせたですね、
投資、これをですね、皆さんには徹底していただきたいなというふうに思います。もうパーッと戻ってきたからってわーっとですね慌てて乗っかっていくとですね、またあのどんな政策が出てくるか分かりませんから、皆さんそれはですね気をつけて、やっていただきたいなというふうに思います。皆さんもう本当にですねニュースをよく見て、もうチャートの動きだけで慌てて乗らないようにニュースをよく見てですね判断していただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。